アマチュアの世界チャンピオン優勝しても4円です。え、何のためにやられてるんですか。いや、もう好きだからですよね。ほぼないと思っていいと思います。自分が最強である証明をするために行くだけです。人生ですよね。こんにちは、サイソン和也です。引き続き豪傑さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。ムキ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 どうも、豪傑です。いろんなポージングがあるんですね。さっきはこうでしたよね。そうですね、うん、はい、そんなにバリエーションはないですけど今日のためにちょっとやってます今回のテーマなんですけど、はい、お金です。あ、これですね、みんな行きたいですねこれ、はい、お金が好きですか。好きなんですけど入ってこないですね。もうスポーツしかやってこなかった人間なんで、やっぱりお金にはちょっと疎いですね。ちょっといろいろお金の話をさせていただきたいんですけど、はい、これぶっちゃけアームレスリングの世界チャンピオンになられた時の賞金っておいくらぐらいもらったんですか。逆にいくらもらえると思いますか。世界チャンピオンですよね。500万円ぐらい。惜しくない。いや、まあ、アマチュアの世界チャンピオン優勝しても、0円です。え？だから、はい、はい、全日本選手権優勝しても、0円。世界大会優勝しても、0円です。そうなんですか。はい。やっぱアマチュア競技なんで、まあ、賞金ある大会はあるんですけど、基本的には、0円ですね。全日本選手権、世界選手権。ちょっとこんな言い方するのは大変失礼なんですけど、はい。何のためにやられてるんですか。いや、もう好きだからですよね。だからもう人生ですよね。自分の人生がアームレスリングなんで、好きだからやってるだけです。はい、じゃあ、他の大会に出ても、はい、優勝しようが、はい、賞金ってもらえないですか。一応、まあ、日本国内の大会で、まあ、数万円とか10万円とかその程度はありますけど、やっぱり生活できるレベルの賞金はないですね。今、はい、どういうふうに生計を立てられてるんですか。そうですね、今まあ自分 YouTube やってるんで、 YouTube の収入、あとまあ今結構企業さんから企業案件来たり、商品紹介したり、例えば誕生日パーティーに来てくれとか、腕相撲のイベント来てくれとか、そういう仕事をいただいていますね。あとはこの豪傑道場の経営ですか。そうですね、ただ豪傑道場の経営は正直もうプラマイゼロくらいですね。はい、道場で生計立てるのは無理です。そうなんですね、はい、で他になんかお仕事されたりとかしてるわけじゃないですか。そうですね、まあ1年前まで自営業でやってたんですけども、今はそれやめて、まあ、YouTube とかネット関係一本でやってます、はい、日本には、はい、プロのアームレスラーでいらっしゃるんですか。そうですね、まあ、賞金で稼いでるようなプロのアームレスラーは一人もいませんね。だからもしも日本でプロのアームレスラーがいるとすれば、やっぱ自分が一番近いのかなと思います。その賞金で成功されるのではなく、やっぱりアームレスリングっていう競技を通じて、例えば仕事をいただいてるっていう意味ではプロなのかもしれないですけど、ただ賞金では成功は立てられないです。アームレスリングっていうスポーツがアマチュアじゃなくてプロになれば、そういう賞金をもらいたいとかっていうのがなるってことですか。そうですね、はい、まあ、海外の方でも一応賞金マッチはあるんですけども、やっぱりその日本人が成績を立てられるレベルの賞金はないですね。あ、はい、やっぱりその先ほどもお聞きしたんですけど、アームレスリングが好きだからやってるってことなんですか。いや、もうそれだけですね。だからこの豪傑道場に来られてる方もアームレスリングがすごく好きで皆さんやられてるって感じですか。そうですね、みんな好きですね。結構遠くから通ってる人もいるんで、平気で2時間くらいかけて来る人もいるんで。なんか今後、例えばアームレスリングの人口とかが広がるために、なんかこういう風にしたいとか、こういう野望とかあったりしますか。やっぱりこの競技を広めるっていうのが非常に難しいですよね。例えばアームレスリング大会を開いても、やっぱり一般の観客が来ないと認知度も広まらないし、そんなに意味がないと思っちゃってるんで、だからやっぱりこのアームレスリングって競技を広げるんだ、あるならば、やっぱり YouTube っていうのは絶対だと思いますね、今の時代は、はい、確かに私も豪傑さんの YouTube を見て、アームレスリングのチャンピオンがいるんだと思いました。やっぱりそれだけ、やっぱりアームレスリングっていう競技の認知度が低いんで、まあ、自分の仕事としてはやっぱり YouTube でどんどんこのアームレスリングっていう競技を発信して、アームレスリングが興味ない人に見てもらって知ってもらうっていうのが自分の役割だと思ってます。アームレスリングのその豪傑さんの YouTube を見たきっかけでアームレスリング始める方もやっぱりいらっしゃいますか。今多いらしいですね。あ、そうなんですね。ちなみに自分の豪傑道場来る人はもう9割方 YouTube で来てます。で、他の例えば関西とか遠くの道場の人もやっぱり豪傑チャンネル見て、アームレスリング始めたって人も最近増えてます。ただやっぱり YouTube っていうのはすごく大きいですね。大きいですね。逆に自分が YouTube やってなかったら、ここの道場経営赤字だと思います。今まで世界大会に出て、はい、賞金マッチで獲得された最高の金額っておいくらぐらいなんですか。いや、もう数万円レベルですね。ほぼないと思っていいと思います、賞金は。やっぱりその世界チャンピオンになるっていう名誉だったりっていうのを取りたくていくような感じなんですか。いや、
自分が最強である証明をするために行くだけですよ。確かに世界チャンピオンだったら一番ですもんね。そうですね、はい、あやっぱりこのアームレスリングっていう競技まだマイナーなので、やっぱりスポンサーもいないし、だからその辺を自分がやっぱりもっと YouTube で認知度上げて日本に広めていくっていうのが自分の役割かなと思ってます。アームレスリングで海外で盛り上がってる国とかあるんですか？はい、やっぱヨーロッパとかロシアは強いですね。で日本国内はアマチュアなんですけど、まあヨーロッパとかロシアとか向こうの方だと、例えば世界大会優勝するとマンションもらえるとか、そういうのがあるんですよ。おいしい餌じゃないですか。ただ日本はそういう美味しい餌がないので、完全なアマチュアですね。あ例えばこれが日本でアームレスリングチャンピオンになったら、はい、マンションもらえるとかだったら、はい、全然みんなやる気変わりますかね？いやそれは目の前に人参ぶら下がってたらやっぱり違いますよね。それなんで日本にはそういうのなくて海外はあるんですか？難しいですね、俺に聞くと。何か分かんないですけど、海外は結構スポンサーがついてるんですよね。だから日本国内はスポンサーがついてないというか、そういうスポンサーを集める力が弱いですね。豪傑道場の立ち上げの経緯を教えてもらいたいです。はい、そうですね、まあ仲間が欲しかったんで、まずアームレスリングやる仲間が欲しかったのと、練習相手も欲しかったっていうので立ち上げましたね。ただ最初はもうなかなか人集まんないで、もうその辺の友達を寄せ集めて最初は支援してたんですけど、まあその辺のチンピラみたいのを集めてやったんですけど、チンピラヤンキーを。で、まあ3年くらいやっていくうちに本気の強くなりたい奴がどんどん集まってきて、今は多分日本で 1,2 番にレベルが高い道場になったと思うんですけども、他にも同じような高血さんみたいな道場ってあったりするんですか？アームレス。あ、ありますね。はい。それなんかバトルしたりとかするんですか？まあ、道場別のバトルはないですけど、やっぱりその、まあ、全国各地に、まあ、埼玉とか東京にももちろん道場がいくつもあるんで、いくつかあるんで、そういう人たちが大会に向けて戦うっていう感じですね。あ、はい、最初はやっぱ苦労されてたんですね。いや、苦労はそうですね、最初は本当に人が集まらなくて、本当なんか最初はすごいみっともない道場でした。でも今こんなに大きい道場になられて、そうですね、今はちょっと道場勢も安定してきたので、やっとこういうちゃんとしたスペースを持てるようになったかなっていう感じですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。います。今回の最高スコア、自分が最強であると証明する、これがアームレスリングのモチベーション。